はい、始まりました。本日なんですけど、持ち家か賃貸か、今日はね、このみんながいろいろな議論をしているこのテーマについてお話ししていきたいと思います。僕は高校を卒業して美容専門学校で東京に出て以来ずっと賃貸です。賃貸のメリットデメリットも知っています。田舎では30歳ぐらいになると大体みんな家を建てています。結婚、子供、家みたいな流れでみんなほぼそういう考えです。まあきっといい面も多そうですが、持ち家にもいろいろデメリットがあるんじゃないかと考えます。今回はミニマリスト的に、僕的に、持ち家か賃貸かについてどう考えているかをお話しさせていただきます。皆さんもぜひ一緒に考えていきましょう。それでは早速始めていきます。お話ししていきます。僕は持ち家か賃貸かという話についてはライフスタイルや時代によって意見が変わってくるなと思っています。先にいきなりですが、今の時点での僕の立場を発表していきたいと思います。はっきりさせていきます。僕はですね、やっぱり賃貸派ですね。僕の今の現状というよりは、今の時代持ち家っていうのはすごいリスクがあるなと思っています。どういうことを考えているかというと、家を持っているだけで税金もかかってきますし、どこか壊れたらそこを直す費用もかかります。賃貸より家の規模が大きいから、設備が多ければ多いほど壊れるリスクも多いですよね。家のことだと直す金額もよく分からずに大きな金額を取られてしまうこともあります。あと嫌だなと思ったのが、その地域の公民館を建て直すから、その地域の人から毎月分割で1年以上お金を徴収するということもあったりするようです。まあね、お金のことを抜きにしても、今は自然災害も本当に多いですよね。豪雨による川の氾濫、土砂崩れ、地震、持ち家を持つということはほぼそこで一生住み続けるということですよね。今は自然災害のリスクが少ないと思っていても、住んでる地域にどういうリスクがあるか、これから発覚してくることもあると思うんですよ。最近豪雨がひどいけど、川の近くに住むリスクっていうのをそんなに意識しないで家を建てた場合もあるんじゃないかなと思います。それは最近になって川の氾濫ってのが危ないんだって、時代が変わってきてそうなったんだと思います。そうだとしても、その場所から離れることはなかなかできないですよね。あと僕的に地味に大変だと思うのが、地域の行事や付き合いなんかに参加しないといけないということなんですよね。賃貸だと自分から参加したいと言わない限り、今のところは参加しろなんて言われることはないです。これは田舎ならではなのかもしれませんが、住んでる地区のリーダーみたいなものが何年かに一度回ってきて、いろいろやらなきゃいけなかったりとか、お祭りの踊りの練習をするとか、お祭りの時に接待をするとか、消防団に入らないといけないとか、本当に面倒くさいことが多いんですよね。そういう活動でメンタルをやられて自殺した方がいるぐらい面倒くさいらしいんですよ。好きな人はいいんですけど、こういうもんだから、そういうもんだからと疑問を持たずに、やりたくもないことをやらないといけないんですよ。賃貸だとお金を払うだけで何も残らない、持ち家は財産になるということで、税金が上がる前に駆け込みで家を建てた方も結構いたんですが、僕はミニマリストとして、意味のない付き合い、それに割く時間、そこで起きるトラブルによるストレス、そもそもその地域の行事に何の意味があるのかもわからないので、そういうのが無駄に思えて仕方がないので、住む場所にお金を払い続けているだけでも拒否したいので、賃貸がいいかなと思います。とはいえ持ち家の方がいいかなというパターンもありますよ。強いてあげるなら、子供が多いパターンですね。子供が多くなってくると、賃貸では狭いと感じたり、うるさくしたら周りに迷惑かなと考える場合もあるかもしれません。持ち家だったらうるさくしても周りを気にすることは少ないと思います。それは賃貸よりはいい点ですね。子供が増えても賃貸で暮らせたらいいんですけど、子供が多くいても狭く感じないような広い部屋がね、子供が転校したりしなくていい場所にあればいいんですけど、そうもいかないとなると、持ち家の選択肢も考えた方がいいですかね。転校は辛い。持ち家で子供が出て行ってしまったら、大きな家にお父さんとお母さんが2人だけで暮らすっていうパターンもね、多いと思うんですよ。最終的に持て余してしまうんですよね。同居も減っていると思うので、特に両親2人暮らしというパターンが多そうです。でも言っても、老夫婦が賃貸暮らしっていうのも考えづらいですよね。想像できないですもんね。そういう現状ありますよね。最終的に自分の子供がこの家欲しいと思える持ち家だったらいいんですけど、そうじゃないとどうすんのこの家、そうなりますよね。
でもそんな後のことを考えて家を建てる人はいないですよね。多分お孫さんあたりがその家を処分することになりそうですよね。何十年経った後にも壊せず住みたくなる家を建てる、なかなか僕には難しそうです。考え方が重いよね。ここで賃貸のデメリットを言います。それは周りに住んでいる人を選べないことです。変な人がいるパターンもあります。うるさい人が周りにいると最悪です。しかしこれはお互い様だし、最悪引っ越せますので、ああいいかなと思っています。どうしてこういう考えを持ってしまうのかっていうと、年々ね、本当に災害が増えたりしている。なので命を守るため、最悪転居できるように身軽でいたいなと思うから、ミニマリストの考えが加速していってるんだと思います。しかししかししかし、結局僕がそう考えていても、実家は一軒家、持ち家なので、結局古い家があるというリスクもね、背負うことになるんでしょうね。皆さんの地域でも多いと思うんですが、僕の地域では本当に家を建てる人が多いんだけど、それをね、当たり前に建てるというよりは、ちゃんと考えて建てないと、いろいろなリスクがあるということも踏まえて、それでもいいと思ったら建てましょうってことが言いたいですね。安い買い物じゃないんでね、ローン地獄ってよく言いますしね。ちょっと違うパターンで考えてみると、家族が多くても物が少なくて綺麗に家を使って、家を売ることも視野に入れれれば、持ち家も悪くないですね。素敵です。とても素敵です。家に物が多すぎると、ここ手放すなんて無理無理無理って思っちゃいますからね。いろいろ重く考えすぎじゃないと思うかもしれませんが、大事なことだと思いますよ。賛否両論あると思いますが、このぐらいで話を終わりたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は持ち家か賃貸か、いろいろお話ししていきました。これは尽きない議論だと思いますし、時代によってライフスタイルによっていろいろな意見があると思うので、ぜひね、皆さんがどう考えているのか、共感できた人はグッドボタンで教えてください。皆さんの意見もコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。これからも生活に役立ついろいろなことをね、発信していきますんで、よかったらたまにでいいんで見てください。多くは望みません。でもまた見つけるのが難しいので、チャンネル登録を一応しといてください。またお話を聞いてください。ポチッとポチッと。ではね、本日は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバーイ。